死刑囚、最後の言葉。坂巻秀吉。1954年4月19日、東京都文京区の小学校のトイレで、小学校2年生の京子ちゃんが授業中に、トイレでレックされ、口に彼女が履いていた下着を詰め込まれたまま、絞殺された事件が発生。5月1日に坂巻秀吉が逮捕されました。坂巻は静岡県の結核療養所に入院していたものの、友人を訪ねて、近くの小学校でたまたま京子ちゃんを見かけていたずらしようとしたもの。この事件をきっかけに、トイレが男女別々になったとも言われています。また坂巻は非婚中毒者で、この事件により、覚醒剤取締法が厳罰化されました。そんな坂巻、執行前の最後の言葉が、お先に、先生、お世話になりました。元気でね。